営業日を減らそうと思ってね。今の銭湯ってお客さん入りますか？ここ最近は常連さんばかりであまり繁盛してるとは言えません。まあ今の時代じゃね。じゃあどうやったらお客さん入ると思いますか？それは実家が銭湯をやってらっしゃるんですよね。ええ、まあ今日行ってもいいですか？そう。おお、どれどれ。しげじ、おじいさんなんか相手にされませんよ。じゃあ準備できたからお母さん仕事行ってくるね。月野さんは他にも結構受けてる？とりあえずはね。やっぱみんな一緒か。部下がやりたいようにやればいいんだ。やりたいように。私はみんなが何も気にしないで触れ合えるこの場所が好きだよ。